ヘビ・ツカイザ・ RS 星は、ヘビ・ツカイザの方角におよそ4600光年、離れた位置にある、回帰神星である。静音期には、見かけの等級が12等程度だが、平均しておよそ15年を機に、急激に増高し、肉眼等級にも達する。19世紀末以降、6回増高が観測されており、また記録されてはないが、 その間にさらに2回の増高があったと考えられる。ヘビ・ツカイザ・ RS 星は、大質量の白色矮星と赤色巨星の連成系で、水素を大量に含む物質が赤色巨星から白色矮星に降着し、表面で熱核暴走を起こすことで増高を繰り返すものと考えられる。ヘビ・ツカイザ・ RS 星は、激変性に分類される変更性で、 その中でも得意な強制回帰申請とされる。これまで記録に残るだけで、1898年、1907年、1933年、1945年、1958年、1967年、1985年、2006年,2006年と8回急激で大幅な増高を示し、サソリ座優勢に次いで多くの増高が確認されている。 回帰申請である。極大時の明るさは、冠ムリザ T 星に次いで明るく、肉眼等級に達する回帰申請は、この2天体だけである。ヘビ使いザ RS 星は、神星や Y 神星と同様に、白色 Y 星を含む連星系であるが、晩星は赤色巨星で、連星の光天周期は、およそ454日と長い。 太陽系からの距離はおよそ4600光年とみられる。ヘビ使い座 RS 成系の白色矮星は質量が大きくチャンドラセカール限界に近いとみられ、スウィフトによる観測からは太陽質量の1.35倍と見積もられている。赤色巨星は早期の M 型星とみられるが、巨星表面が 白色外星からの高エネルギー放射を受けたことによる反射効果の影響で変更し、それに伴ってスペクトル型も K4 から M4 まで変化している。ヘビ使いざ r s 星では水素を豊富に含む物質が白色外星へ降着し、白色外星表面で熱核暴走を起こすという古典申星に近い爆発が発生するが、爆発の間隔は古典申星より はるかに短い。これは白色矮星の質量が大きく、晩星から白色矮星への質量硬着の効率が高いためではないかと考えられる。1898年記録された最初の爆発は実際には後年になって発見された。1901年、ウィリアミーナ・フレミングがハーバード大学天文台の写真看板の調査から ヘビー・スカイザー RS 製が変更性であることを発見。1904年にはそのスペクトルが他の変更性で目にしたことがない得意なものであると発表され、翌年エドワード・ピッカリングはこれを申請と結論付けた。さらに、アニージャンプキャノンは10年以上にわたる写真看板からコード曲線を求め、1898年に 急激な増光があったことを突き止めた。1907年1907年の爆発は、増光そのものは観測されていないので、増光があったことは証明できないが、現行後の高度曲線から、静音期と比べて1等級くらい状態が5ヶ月ほど続いたことがわかっている。以降の爆発の観測から、爆発後は必ず静音期より1等級ほどくらい状態が半年程度続き、 通常の静音機でここまで暗くなることはないため、1907年初頭に爆発が起きていたことはほぼ確実と見られる。この時期、ヘビツカイザ・ RS 星は太陽に近い位置にあったため、増光を観測することができなかったものと考えられる。1933年1933年の爆発はイタリアボローニャのエペ・ロレタが発見したとされる。ロレタは ヘビ・ツカイザーは衛星の観測を行っていて、その南西およそ50分の位置にある明るい天体に気がついた。これによってヘビ・ツカイザー RS 星の2度目の爆発が記録された。この爆発はロレタの数日後にレスリー・ペルチャーが独立に発見している。このサイドの爆発によってヘビ・ツカイザー RS 星は新星としての位置づけを大きく変えた。 1945年1945年の爆発も太陽に近かったため極大の時期には観測できておらず、後年アメリカ変更性観測者協会の観測データから静音期よりも明るい状態から静音期より暗い状態へ減行していく様子が捉えられていたことで起きたと考えられるようになった。その後、さらに詳しい分析で1945年に 爆発していたことは確実となった。1958年1958年の爆発はフロリダ州ロングウッドのアマチュア天文家サイラス・ファーナルドが発見した。ファーナルドの観測報告では極大時には白かった星が現行するにつれどんどん赤みがかってゆく様子が記されている。この結果は爆発後に水素の Hα 気線が生じ、 その器用が強まっていったことを示唆する。1967年1967年の爆発はドイツハンブルクのアマチュア天文家マックス・バイエルが発見した。ファーナルドも独立に発見しているが実際によってバイエルが先に検出することになった。1985年1985年の爆発はカナダ・オンタリオ州ピーター・ボロのアマチュア天文家。 ウォーレン・モリソンが発見した。ニューヨーク州パットナムバレーのウェイン・ラウダーとイギリスピーターバラのジョージ・オルコックも独立に発見している。この造光によってヘビツ・カイザー・ RS 星は X 線、紫外線、可視光、赤外線、電波で観測され、回帰申請を様々な波長の電磁波で観測する初めての機会をもたらした。2006年ヘビツ・カイザー・ RS 星の2006年の 爆発前後の高度曲線、データはアブソより、色の違いは観測波長の違いを表す。2006年2月12日、21年ぶりに爆発が発生し、愛媛県北郡の成見広明が発見した。極大時の明るさは4.5等に達し、前回の爆発以上に、あらゆる波長で詳細な観測が行われた。特に、爆発による 高速の放出物と赤色巨星の構成風であらかじめ存在した静臭物質の相互作用で強い衝撃波が急速に形成されるなど興味深い現象が観測されている。ヘビ使いザ・ RS 星の爆発による高度変化は毎回似たような特性を示す。増高は急激で極大までの3等級の増高に0.6日しか要しない。 極大後の減行も初期は早く、極大から3等級暗くなるのに14日、5等級暗くなるのに48日だが、2ヶ月目あたりで減行率が鈍ぶり、前後では1日あたり0.04から0.05、等級暗くなるところが、1日あたり0.01から0.02、等級の減行率になる。4ヶ月後あたりから、再び減高が早くなる。また、 ヘビ使いざ RS 製の高度曲線で特徴的なのは爆発500日から500日あたりで出現する国である。この間、明るさは通常の静音機と比べて最大1等級以上暗くなる。この他にはこれまで記録されたすべての爆発で確認されている。2006年の爆発では爆発から2週間後に超長期戦電波干渉法による 高分解能の観測で、非熱的な電波放射が双極構造を持つことが示された。これは、爆発による放出物質が Z 状に絞られて、赤色巨星の構成風が残した静襲物質と衝突した衝撃波によるもので、白色矮星周りの硬着円盤の寄与が疑われる。超長期戦アレイで爆発から1から2ヶ月後に観測した結果も、それを支持する。 2006年の爆発時のヘビ使い座 RS 星における電波分布と VLT 干渉系による測定結果。中心の長円は VLT 干渉系で爆発から5.5日後に捉えた構造で線の色の違いは波長の違いを示す。その周りの電波分布図は爆発から13.8日後に観測されたもので電波源の膨張がわかる。出展。 英ソ電波よりもさらに後、ハップル宇宙望遠鏡とメキシコのメキシコ国立天文台、ギーエルモアロ天文台の観測から、可視光でも新生残骸が双極構造を取り、外側の高速領域と内側の低速高密度領域、二つの顕著な成分があることが分かった。外側の高速領域は爆発後は膨張速度を維持し、 その速度は5600秒速 1100km、内側の低速領域は減速したものと予想されるが、この考え方には議論の余地がある。また、分光観測により強い金属スペクトル線の時間変化を追いかけたところ、強度が急激に変わったり、輪郭が目まぐるしく変わったりする成分があると分かり、爆発の放出物と相互作用する静止物質は、 繰り返される爆発で複雑な構造をとっていることを示唆する。同様の特徴は、イヤ型超新星の一つ、SN2006X でも観測されており、強制回帰新星が間もなく、イヤ型超新星になるという筋書きを指示する。高 X 線は爆発後すぐ急速に減行しており、これも爆風と静臭物質が衝突してできた。 衝撃波が玉対象とかけ離れていることを表している。一方、南 X 線は爆発後26日目に新たな光原が現れ、これは白色外星における核燃焼が進んだことを示唆する。X 線のスペクトルを見ると幅広い温度からの放射が含まれており、爆発の爆風と静襲物質の衝突による衝撃波加熱によって高温となったことが示唆される。 その中にも、高温と比較的低温の二つの成分が存在することが見て取れ、両者の減光率を比べると、高温成分は放射冷却による減水、低温成分は膨張による冷却で減水と異なる原因で、X 線が弱くなったと考えられる。ありがとうございます。